はい、続いてはこちらです。はい、なぜ山本太郎氏と組もうと。メロリンZ さんからいただきました。はい、小沢さん、山本太郎議員とタッグを組もうと思った理由は何ですか。何かと問題行動を起こす彼についてどう思っているのかお聞きしたいです。はい、いかがですか。当初は、やはり政党が、として、活動するには、5人以上いなきゃなりません。はい、ですからそういう意味で山本太郎さんも一緒にやろうということだったので、はい、よかろうということで始めたものです。うん、これはね金欲しいからだろうというふうにすぐ言う人いますが、政党政権、はい、もちろん金も大事ですけれども、うん、それ以上に大事なのはこういうテレビでも何でも政党でないと、うん、そういった討論会とかなんか出してもらえないんですよ。なるほど。これは国会でも政党としてきちんとやらないと、うん、発言の場がない、うん、ですからそういう意味で政党を組んだということです。なるほど。その問題行動というか、まあ、行き過ぎた部分とかあるじゃないですか。山本太郎さんっていうの僕知らなかったんですがね。そうですか。だけど付き合ってみるとね、本当に真面目な純情な人ですね。まっすぐな男ですよね。びっくりしました。ただね、時々ね、品種化のようなことをやるから、この間も参議院の本会議で牛歩は言いつたんですよ。牛歩は言いつたんですね。いや、これは少数会派の戦術として認められてきたことだからさ、いいと。だけどこの数珠でこれはね、はい、あれ注意したんですか。やっぱり注意した、はい、ダメだったんだことは、えらくもう反省してました。すいません。太郎はまた反省するのもうまいですからね。すいませんって言えるからね。ただでもまっすぐなのはまっすぐですよね。と思います僕は。僕なんか国会議員で自分の生活だったりとか自分がやってる行動を生配信でずっと流し続けてる議員ってまあ信用に値するなと思うんですよね。隠し事があんまりないっていうかね。そんな太郎と小沢さんが一緒になってるんでやっぱりドキドキはしますけどね。事前にね、はい、相談したりなんだした時はちゃんとお互いに理解した通りやります。なるほど。の時は相談もなかったから相談ないままやっちゃったんですね。ダメだってして怒ったんだ。小沢さんにレジェンドに聞けばいいんですよ。山本太郎議員。はい。